僕犬大好きで犬飼ってて、でどっちかっていうと猫ってちょっと信用ならねえぜって思ってたんですけど、この間犬散歩してる途中に猫拾いまして、拾ったんですか。あらまあ、ほら猫なんてって思ってたその猫が可愛い。超可愛い。もうすげえ可愛い。それであのどういう猫ですか。いやもう普通の三毛猫っていうかもういわゆるダッシュっぽい感じの猫なんですけど。それで犬の方が全然まあもちろん先輩だし体も大きいんだけれども、なんとなく気が弱くこう猫に遠慮しちゃって、猫はこうちびなりに堂々としてるなんていう様がとっても可愛い。それを見るのが本当に楽しいので、僕はそろそろ帰ります。あれだね、今日銀玉のあれじゃなくて猫の話しときゃ中井くんすごい饒舌なんだ。なんかでも本当可愛い。猫はこんな可愛かったんだっていう。テンション高いよ。猫反応っていう全然分かんなかったんですよ。なんかもう信用ならないじゃん、犬は忠実だし絶対いいよって思ってたんですけど、なんか猫ってこんな可愛かったんだ。最近そこで犬派の鈴村君思った次第。いや僕もガチの犬派なんですけど、僕犬の可愛さは変わらないんですよ、でもなんか猫もいい、猫もいいな、猫も興味あるな、興味深い。